忘れた感じの確か壁だったと思うんですけど、その壁を買ったんですよ。5000円ぐらいだったかな、5000円ぐらいでそれを頼んだら、なんかねそれが出荷される前になんか知らんけど倉庫でね、なんか多分海外から送られてきたメールだからあまりちゃんとした日本語じゃなかった気がするんですけど、多分なんか倉庫でトラブルがあってそれが発送できなくなったらしいんですよ。でだから7000円までのものであればうちで売ってるもの、何でも選んでくださいっていうことだったので、またね別のやつを言ったんですよ。多分5000円で買ったやつを7000円いいよって言われたから、確かね6900円ぐらい、ちょっとねケチだからちょっと高いやつを、できるだけ高いやつを持って同じね12ワールドのものを言ったら、まさかのねそれもちょっと無理です、それも今無理なんすよって言われて、無理なんすよってこれならどうすかって言ったのがこれなんす。でこれ7000円までとか言っときながら多分ね8000円とかだったかな、ちょっと高いんですけど、まあそれをね5000円同じ金額でね、これだったら送れるんで申し訳ないです、これで許してくださいっていうことだったんで、もうじゃあそれでいいですねってこれが届きました。まあこれもねちょっと目つけてて欲しいなと思ってたから、まあいいかなと思って、じゃあもう早速開けていきます。まあね、アマゾンで、あれよ、アマゾンプライム、僕ね基本的にアマゾンプライムで物は買うんですけど、そういうなんだっけ、マーケットプレイス、マーケティングプレイスだっけ、なんかアマゾンにいろんなね人が出品するやつで買ったんですけど、それで買うとね、まあこういうトラブルもあるみたいで、まあまあ僕はね結果的にちゃんと物が届いてね、実際得した気分にはなってるので、まあそれはそれでいいんじゃないかなっていうことで開けていきます。でも実際届くようで買ったものも結構いいやつだったんですよ。本当はそれが欲しいから、またね出荷できる状態になったら買いたいなと思います。もう好きなく発泡スタ
しないこのサイズ感だったらすごい興奮するからね。なんかどん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 こう増やしていきたくなっちゃうね。なんかこれも2タイプあって、これのもう一個ね、こっち側につけれるもう一タイプ別の形した同じようなねジオラマがあったりするんですけど、なんかそれも欲しくなってきますね。やばいよね。僕はすでにねちょっと海外からねこういうジオラマというかもうねでっかいこう撮影スペースみたいなのを頼んじゃってるから、まあそれもね届いたら動画にしようと思ってすごい楽しみなんですけど、まあその前にねこのジオラマの楽しさっていうのを知れた感じがありますね。いやめちゃくちゃいいこれ。ということでせっかくなのでこのジオラマベースにいろんなねフィギュアを合わせていきたいと思います。はい、まずはシンプルにペンアフマッツをスタッチさせてみました。いやーこのね普通にフィギュア撮るっていうだけでもね、後ろに何かこう壁みたいなのがねあるっていうだけですごい雰囲気出るんですよね。はい、こんな感じ。いやでもこれライティングがすごい難しいな。まだこれうまくいってないですよね。なんかこう後ろにね影ができるのが結構気に食わないんですけど、難しいな。上から当てた方がいいのかな。紛争地域みたいなイメージが出るのでこういうアクションポーズを撮らせるのも似合いますね。お次はオロビさんですね。オロビもいい感じに似合ってるね。やっぱりサイズが大きいので12分の1サイズぐらいだったらね2人ぐらいアクションポーズつけて飾ることもできますね。お次は階段にミスター J を座らせてみました。階段はね意外とちょっとちっちゃいかなと思いますね。こっちの建物のサイズ感に比べたら1段1段のねステップがちょっと幅が狭くってフィギュアをね階段にこう立たせるっていうのが難しかったですね。まあでもこんな感じで座らせることができるのでフィギュアによっては飾り映えしそうですね。小窓を使えばこんな感じでバッツとかくれんぼをするミスター J みたいな感じもできます。どうだろう、僕あんまりね使い方